嵐風。皆さんこんにちは、しずかチャンネルです。今日はキャンプに行きます。今日は今回もふもとっぱらにキャンプに行こうと思ってます。で、今回はテントがウトガルドっていう冬用のテントで、だいたい1年ぶりぐらいなので、もう寒くもなってきてるし、ウトガルドであったかぬくぬくおこもりキャンプを楽しんでいきたいなと思います。それでは早速行ってきます。はい、ふもとっぱらに着きました。ちょっと富士山ね、来た瞬間は見えてたんですけど隠れてきちゃったけど、なんかこれからまたちょっと見えてくれたら嬉しいな。お昼はカップラ、何十年ぶりに食べるカップラです。キャンプで食べると美味しいんだって。いただきます。はい、今設営が終わりました。今日はすごいミニマムな感じです。タープはなしのスタイルです。でこういう感じで、いつも使ってるテーブルとかも省いて、このボックスをテーブルにしてみたりとかして、あとは久しぶりにウトガルド建てました。冬キャンという感じで、中にね、中は久々にエアベッドにしてって感じです。で、あと夜になったらストーブを中に入れて、もうぬくぬくおこもりキャンプをしたいなと思います。はい、今買い物して帰ってきたんですけど、赤富士になってます。あと月出ててめっちゃ綺麗、見て、赤富士って今のシーズンしか見れないから。よかったね。乾杯。寒いのでちょっとおこもり始めました。テントの中入ってきました。で、最後にちょっと鍋締めしたいなと思います。これはね、キャンプ仲間のあきちゃんのおすすめアルミ使い捨て鍋で、ちょっとキムチ鍋しようかなと思ったのね。超簡単キムチ鍋オープン。はい、綺麗じゃない。はい、超簡単なんでこんな感じです。もうなんか私のキャンパー3年目になってだんだんズボラになってきました。もうありえない、もうこんなありえないっていう人でしたよ、これ。もうただ突っ込んだっていうね、鍋。はい、あー綺麗じゃない。じゃあぬくぬくキャンプをしていきたいと思います。はーい、じゃあ鍋食べます。いただきます。そういえば言うの忘れてたけど、これね、キムチ牡蠣鍋でした。牡蠣入れたんだ。牡蠣大好き。いただきます。ナイス牡蠣。おはようございます。日の出の富士山です。今日は綺麗に見えてます。そして朝の焚き火を始めてます。やっぱ日が出ると暖かいね。はい、今片付けてます。今回ミニマムだったから1時間半ぐらいでできました。あとこのテントを畳んでコンパクトにして終わり。いつもね、結構かかるのよ、2、3時間。今日は1時間半でできた。富士山綺麗だよ。元栖湖に来ました。見てください、この景色、めっちゃ綺麗です。せっかくだからグリーンって待って、グリーンってそこずっと、ほら綺麗。
なんかやっぱりこう麓っぱらから見る富士山もいいんだけど、この本栖湖から見る富士山がやっぱすごい綺麗だよね。すごい、もうなんかずっと見てられるって感じ。ほうとう屋さんに来ました。寒いからお酒飲む。昼から乾杯。ぬるい。はい、今回のキャンプの締めはこちら、浅間神社に来ました。いつも浅間大社には行ってるんだけど、ここの河口湖のところは初めてです。なんかこのすごい、見てこの木、杉すごいでかいよね。なんかね、有名らしいですね。じゃあお参りして帰ります。あ、そういえば今日すっごい夢見たの。なんかすごい夢見たの。なんかね、チャンネル登録がね300人になってる夢見たの。あ、パンちゃんの方ね。なんか200超えたくらいなんだけど、一気に100人アップしたっていう夢見たの。やばくね。いや、まあ夢なんだけど、なんか富士山来るとすごい、本当なんかなんていうの、運気が上がるから、なんかありえるかな。